はい、おはようございます。おはようございます。今日ね、なんかお肉が食べたいなと思ってコストコに行ってきたんですよ。そしたらね、なんかすげえ乗ってて、これ三元豚スペアリブ、これ一応ね、お二つで3キロぐらい、約ね3キロぐらいのすげえでかいねスペアリブ買ってきました。でね、ちょっとねこれを煮込んで食べていこうと思うんですけど、コンビニでねおにぎりも買ってきたんで、これと一緒に食べていこうと思います。スペアリブのレシピとかを調べたところ、醤油とか蜂蜜ベースの和風のやつが結構多かったんですけど、今回ねせっかくスペアリブなんで洋風にしたいなと思いまして、ソースとかケチャップとかを使ってバーベキューソース風の味付けにしていこうと思います。じゃあまずはね、このでっかいスペアリブを解体していきたいと思います。そしたら今はこんな感じ、全部ね解体し終わりました。で、本当は焼き芋を入れた方が旨味が逃げないってことだったんですけど、めんどくさいんでね今回煮込むんで、煮込みのベースのスープですね、そちらを作っていきたいと思います。ってことで今こんな感じで完成しましたんで、早速ね食べていきたいと思います。はい、今こんな感じで完成しました。いや超うまそうなんだけどちょっとね冷めちゃうとあれなんで、早速食べていきたいと思います。いただきます。一応ね、今日のこれはね中本さんのいつものやつ、汁なしのやつだね。いいや、とりあえずこっちからこんな感じに仕上がりました。早速いただきます。うまっ。骨スルスル。一応骨込みで多分3キロだと思うんだけど、すぐなくなりそう。すげえ美味しい。これも伸びちゃうから食べよう。うまい、安定にうまい。カップの汁なしで一番好き。お肉でも食べていこう。まずシーチキンね、シーチキン。めっちゃ汚れる今日の料理はね、もうめちゃめちゃ期待してたから、ちょっといつもと違ってこれを合うなおにぎり、開かない。え、焼きおにぎり。
うん、あんま合わないタレは。うん、いや、もちろんこれもうまいけど、あんだけあるんだったら何個か焼き作ればよかったかな。大好きなわかめご飯。うん、うまっ。うん、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 さすがに汁物が欲しくなってきたな。正直家でさ料理作るときって結構肉料理とかやるとさ油切っちゃってキッチンとか後片付けとかめんどくさいからちょっとなかなかね手出してなかったんですけど、でこうやってねやっぱやってみるとねうまい。自分で作ってもうまいわ。肉料理はもっと早くやればよかった。おにぎりはさ、ローソンさんで買ってきて、結構さ、SNS とかで昔から話題になってこの悪魔のおにぎり。食ったことなくて買ってきたんだけど、悪魔のおにぎり。おぉ、うまそうだけど。あ、太る味してる。うまいよ。うん、うまい、うまい。さすがにバーベキュー風味だからね、こんだけ食うとちょっと飽きが来る。うん、おにぎりにゃんこ飯チーズ、にゃんこ飯チーズでございます。うまそう。これもうまっ。ごめんね、噛んだところで。中にねクリームチーズみたいのが入ってんだよね。これはいいアクセントでめちゃめちゃうまい。うん、うまっ。にゃんこ飯、うめ、魔法。見た目はね、さっきのチーズとほとんど変わりはありません。うん、こんな感じ。チーズが梅に変わった。合うでしょ、これは合うでしょ。お赤飯うまいよね。お赤飯って、うん、れんちゃんおにぎりわかめご飯。最後軟骨があって切れなかったんだよね。でかい。うん、うん、はあ、ごちそうでした。いや、スペアリブすげえ食べたな。骨すごい。手と口がネトネトなんで早く洗いたいです。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。あ、あ。